すみません、ルカさん、ギルドハウスを借りてしまって。何、いいってことさ。絵を描ける静かな場所が欲しかったんだろう。うちでよければいくらでも使ってくれ。あ、それに少々やかましいが、暇な連中もいるからね。何か手助けくらいにはなるだろうさ。あら、やかましいだなんて失礼ね。私は普段から静かにしているつもりだけど。そっちの子たちはともかく。ちょっとあなた、その漫画に私を出しなさい。そしてあのお方との熱い蜜月を描くのです。クスクス。ああ、私の運命の人はもっと美形ですわ。修正しなければ。うーむ、もっと効果音とかかっこいい読み方とか増やした方がいいのではないか。仕方ない、この私がルビーをつけてやろう。ほえろペン、うりゃ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 ー。いやー、漫画の足ってやってみたかったんだよにゃー。トワイライトキャラバンの皆さん、手伝いまでしてもらって本当にありがとうございます。記念日の贈り物なんでしょう。気にしなくていいわよ。それより疲れてないかしら。休まずに動ける薬があるんだけど、使ってみる？それは締め切り前の創作者たち推薦の一品となれば、ななかちゃんもあの魔法を繰り出すしかない。締め切りの期日を伸ばす魔法、名付けてマジ土下座。違いますわ。あのお方のお顔はもっと可愛らしく、男性で美しく、もっともっともっと。漫画とは楽しいものだな。ジ・オーダー・オブ・ゲヘナ・イモータルズの物語を漫画化するのもいいかもしれん。団長である私と副団長であるシグルドの戦いの歴史を。すまないね、少々どころじゃなくやかましかったよ。静かな場所がいいなら別の場所を用意してあげようか。いえ、ここがいいです。私が描きたいものはこういう光景ですから。なるほどね。さて、なら私も少しは手助けするとしようかね。助かります、ルカさん。縁起物を探しに行った旅の頃より笑顔が増えたね。いいことさね。